皆さんこんにちは。法会話構築を煮詰めるために引き続き初段の対戦を続けていきます。まあ、この法会話構築はオフラインの大会、まあ、いわゆるオフ会ですね。オフ会でも対戦で使用したことがあるしこうやって商談でも回してるし、まあ、細かい部分はいろいろ入れ替えたりしてるんですが、愛着のある構築なので、まあ、練度というか完成度を高めていきたいところです。まあ、大方の予想としてはジャパンチャンピオンシップス Wi-Fi 大会では、まあ、ビッグシックスとかそのグラゼルネと呼ばれるパーティーがトップメーター、一番使用率が高いパーティーになってそのパーティーに続いて、海洋がレックザとかギアルが海洋がギアルがグラードンとかその辺のパーティーが続くんじゃないかと予想されてますが、まあ、本番はどうなるでしょうか。とりあえず今回はこのパーティーをこのパーティーを使って対戦をやっていきます。命の玉ディルガルド、ワイドガードを防したディルガルドがなかなか選出できないので、まあ、この相手だったら選出できたんじゃないですかとか、そういう指摘は歓迎なのでいろいろ言ってやってください。個人的にはディルガルド選出するときつくなるかなと思う試合が多くて、なかなか選出できずにいます。すいません、対戦をやっていきます。まあ、ロードトゥサンフランシスコって書いてあるのは、今年の世界大会の会場がサンフランシスコのマリオットマーキスっていうホテルでみたいなので、それに向けて頑張ってるってことで、チーム名、パーティー名がロードトゥサンフランシスコになってます。対戦相手を探してるところですが、ちょこっとかそってる時間帯なのか、なかなかマッチングしませんね。ディルガルド入れる前にきつかったディルガルド入れる前にきつかったエレフェンテラキオみたいなパーティーに対してはディルガルド出していけるかな。カポエラーっていう珍しいポケモンがいますね。ノーマンダ、クレセイや海洋が法を基本戦にするしてこの4台でいきます。このルールのカポエラっていうと何だろう、猫魂、ペイント、ワイドガード、別にこのルールだからってこともないけど、カポエラってポケモンが GS ルールで使われるのはあんまりないと思うんですね。6年前の VGC2010 の時もそうですけど、どうブルトルでます。でいろいろ対戦数こなして分かったのは、ダークホールって技は基本的には相手側としても命中率 80% で不安定だから、あんまり選びたくない技だと思うんですよ。ハイターボイス、レンジャー、ゼレンヤス、ね、スカーフ、ダークホールだけど外れる、ジオコントロール積まれました。レンジャーがゼレンヤスになります。ボンマンが寝ちゃったので頬にチェンジして、ゴールか選択、頬も寝ちゃいました。クレセリアは催眠2段目かな。頬は身代わりで、クレセリアはデンジャーをドーブルに、相手ドーブル仕事なくなったので座ってますね。デンジャーがドーブルに決まります。ゼルニアさんも入ってます。
ゾーブルがもらってる能力変化しすぎてどうなってるかよく分かんなくなった。ホーム以外で稼ぎは凍える風。ゼルニアス、ゾーブル両方ホームがいらっしゃることに成功しています。ゾーブルは命中率がめっちゃ上がってて、回避率が下がってて、速防も下がってて、スピードも下がってますね。覚える風がヒットします。速防が下がったので、ドーブルじゃ結構なダメージになってます。ゼルニアス、引き続き今ヒットます。フォーは逃がる選択で、クレセリは凍える風を選択。よし、身代わりをようやく残せました。クリティカルヒットでドーブルは耐えてるのかな。これゼルニアスはさっきのターン守ってたので、ブレイバードゼルニアス方向でクレセリは凍える風を選択。ローマンナが出てきました。ブレイバードがゼルネスに決まります。 50% ちょいのダメージ。ムーンフォースでクレセリアダウンです。カイオが出せます。ゼルネアスはブレイバードを縛るというので、ブレイバードでゼルネアスでカイオが冷凍ビームをボーマンダ方向に。ボーマンダが必要だったんだったら太陽がの返しのレトリブに倒せるはずです。まあ、グラドンチェンジされても天候に影響されないのでレートビームは問題なしです。ボーマンダが守る王のブレイバードが決まります。ゼレネスがダウン。ドーブルが出てきましたが、ブレイバードドーブルに、カイオはレートビームをボーマンの方向に。まあドーブルスカーフ猫だもしませんよ、丸く一応。業務回りした方が良かったかな。ガナムシありましたね。ただセミタクラないのかな。あえてドーブル残した方が良かったかもしれない。多分グラドンですよね。違った。身を守る方の体力を回復します。ローマンドはステミタクルを使わないと砲の身代わりは壊せないはずなので、でもロバレスを倒せばあとは問題なし。光の粉ですね。せいなこのモロバレスに海洋がローマンドチェンジ、ほんでこの技が通るようになります。ハイパーをして食らいますね。思えない。あ、今何食らった。レッドカード、レッドカード、マジか。やばいもの持ってたな。太陽が根源の波動でローマンのハイパーボイス、ちょっとやばい。で、ボーマンダの同速勝負と起きるかどうかですね。レートビームもボーマンダに。こっちのボーマンダは、ハイパーボスイビショ。起きるかどうかで同速勝負勝つかだけ起きて、ハイパーボス決めて勝ちですね。対戦ありがとうございました。ショーダウンのレートが1737に上がりました。もう一回やりますね。まだ声が出しにくい。次の試合に行きます。
グレセリアが結構活躍してる感じありますね。スカーフドーブルはまあ怖いっちゃ怖いんだけど、僕のポケモン全部抜かれるし、スカーフドーブルに。てか139の 1.5 倍だから、ほとんどのポケモン抜かれるか、スカーフドーブルに。デンジャーってはデンジャーが強い。ヤクヤ133。グロバットが厄介だな。グレカードは立ち上がってくれたんですよ、あるけど難しいところ。ボーマンが初めてギルから出してみようかな。追い風なんですよ、相手飛ばすの事故が4万でギルカルゴ。海洋が砲、これでいきます。相手はエルフォンとゼルネアス。ハイパーボイスでギルガルドは出した赤のゼルネス方向に。ゼルネスは守らないのかってか、なんだそれ、マジか、それは考えてなかった。普通に殴ってくるのか。本を出します。聖なる炎ガルーラ、聖なる炎ガルーラ。ラスターカノンエルフン。僕らも四方に行ってきました。草風ってなんやねん、おい、おい、なんやねん、その技。守る。ナイドガード。いや、これは成立してくともナイドガードいただけないんですけど。もう集中来るかな。やっぱりどうか。聖なる炎がある色に。ギルガルドがラスカートのエルフォンに。おー、いやもう草笛ないよね。もう草笛当たり好きだろ。もう反則でしょ、海洋が。絶対グラードいるよな。フォアに回り、海洋が冷凍ウィンのエレクトン最高。草笛強すぎる。重力化でもないのに。まあ命中率を上げるアイテムを持ってる可能性は少しありますけど、ピンとオレンジだけ、なんか。いや、まずそんなはずはないと思うけど。おーい、まとめるのかよ。弱すぎだろ。そう、まだ寝てる。海洋がこのターン2ターン目、眠り2ターン目、最初こっちでやってるわけだから、潮吹き選択します。
落ちないわ、ほう強すぎだろ、おい草笛全員当たってるんだけど、なすすべなしですね。草笛ってめちゃくちゃ 60% じゃなかったっけ。うん、ボーボクながら死亡ですね。対戦ありがとうございました。はい、ヨザのレート1737まで上げたんですが1708に落ちました。というわけでですね、まあ、草笛って命中率 60% でよかったよね。普通はなんだっけ、あのトリックルーム重力クリスイヤーと組み合わせて命中率を底上げして吹雪とかと合わせてやってくると思うんですが、だからシングルバトルでいうスサイミンゲンガーですかね、サイミンズぶちかましてそこから何だっけ、シャドウボールじゃなくてたたり目か、たたり素の催眠術で催眠術は命中 55% でしたっけ、でたたり目使ってくるコンボみたいなもんで、何も命中率を上げる技使わずに重力みたいな草笛を使って、しかも特性いたずら心からの草笛なんで必ず先制できる。でこのルールは基本的にラムの実とか神父の守りは入らないので、というか持たせる余裕がないので当ててくる草笛、まあ、眠らせる催眠を当たるですよね、キノコの人、それは最強すぎますよって話でした。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。まあ結構勝ててたんで、もう海洋化ゴムチコずっと使ってるんですが、草笛エルフに練習を止められてしまいました。まあ、また次回からも頑張っていきたいです。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらまた次回見てくれると嬉しいです。サンキューウォッチングマイビデオ。See you next time. バイバイ。また次回見てください。